こんにちは、科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回は仕事も人生もうまくいく勝間式タイムパフォーマンスを上げる習慣について解説していきます。タイムイズマネー、時は金なりということわざがありますが、むしろ有限である時間の方がお金よりももっと大事です。お金は稼ごうと思えばいくらでも稼ぐことができます。しかし僕たち一人一人に与えられた人生の時間は限られています。僕たちは自分の限られた持ち時間を費やし尽くしてやがて死を迎えます。もちろん食生活の改善や医療の進展によって人生の持ち時間が増えているのは確かです。それでもなお人間の一生は限りがあります。どんなにやりたいことがあっても時間は有限のため、普通に過ごしていてはやり遂げることができないまま人生を終えてしまいます。そのため重要なのはいかに時間を効率よく使うか、効率よく過ごすかです。たとえ時間の絶対量は増やすことはできないとしても、効率的に時間を使うことができればこれまでと同じ時間でやれることは2倍にも3倍にも増えます。この本では時間リッチになる方法が紹介されています。時間リッチとは好きなだけ自分の時間を持って使うことができる状態のことです。自分の時間がないことで自分の夢ややりたいことを諦めている人や時間の無駄遣いが多い人におすすめの動画です。勉強になった、もっと知りたいと思った人はいいねやコメントをください。1個目、時間リッチになるためにはお金よりも時間が大切。人生を充実させて幸せに生きるには時間の大切さをよく知ることです。お金をたくさん稼げれば幸せになれるのかというと、そうではないです。科学技術の発展によってさまざまな分野で生産性が上がり、以前よりも僕たちの生活水準は高くなっています。そしてインターネットの普及によって僕たちは手軽にエンターテインメントを楽しむことができます。つまり現代ではあまりお金を使わなくても楽しく毎日を過ごすことができます。しかし時間についてはどうですか？情報化が進むとともにたくさんの選択ができるようになりました。自由な時代になっています。一方で僕たちが日々処理しなければならない情報は膨大になりました。選択肢や可能性が増えた分だけ様々な活動をするための時間が必要になっています。情報量が膨大して選択肢や可能性が増えて、僕たちはますます自分のやりたいことが増えています。にもかかわらずやりたいことをやるための時間はさほど増えていないです。やりたいことをやるための時間がないためにやりたいことを諦めている、これが多くの人にとっての本音です。時は金なりという格言は時間とお金を等価に大切なものとみなしていますが、現代社会においてはむしろお金よりも時間が大切です。やりたいことが増えたことで僕たちはもっと時間を必要としています。つまり人生の幸福度を上げるためにはお金よりも時間を大切にすべき時代が今の時代です。2個目、時間が奪われるのか増えるかは意識次第。現代ビジネスにおいては SNS に代表されるようにいかにユーザーの自由な時間を奪って製品やサービスの虜にするかに重点が置かれています。ユーザーがその製品やサービスに時間を費やせば費やすほどサービスを提供する側の収益が上がります。例えば YouTube の動画配信はその典型です。視聴者の再生回数と再生時間が増えれば増えるほど配信者に入る広告収入は増えます。つまりユーザーの自由な時間を奪っているわけです。テレビや雑誌などのメディアも基本的には同じです。視聴率が高ければそれだけ広告費を出すスポンサーが増えることを意味します。視聴率は視聴者の時間を奪うことで得られる数字です。このようなビジネスが現代の典型です。つまり人々の時間を奪うビジネスモデルに僕たちは囲まれています。一方で科学技術の進歩は僕たちの生活に様々な恩恵も与えてくれています。 IT 機器の活用は仕事だけでなく家電に実装されたことで家事もずっと効率よくできるようになりました。つまり科学技術は僕たちの時間を奪う一方で反対に時短にもつながり、生活の質を上げるのに効果を発揮しています。まさに諸刃の剣です。良い面もあれば悪い面もあります。
僕たち自身が意識的に気をつけなければ時間はどんどん搾取されてしまいます。しかしその一方でこれらの科学技術やサービスをうまく使い活用できれば上手に自分の時間を増やすことができます。3個目、幸せになるために目指すべきは時間立地。時間は科学技術の発展によってさまざまなイノベーションが起こっています。この時間のイノベーションをいち早く実現することで僕たちは時間立地を達成することができます。若さが価値を持つ日本社会です。しかし年齢を重ねることで熟練したスキルを身につけ考え方も円熟みが増して収入も上がるとしたら年を取ることは良いことだと思えてきます。時間立地とはまさにそんなイメージです。つまりとにかく年を取れば取るほど自分が自由に効率よく時間を使えるようになっていくってことです。時間の使い方とはスキルの積み重ねです。やればやるほど効率よくなっていくため限られた時間の中で自由な時間を増やすことができます。時間の使い方が熟達すればするほど自由な時間はさらに増えます。これは年を取れば取るほど資産が積み上がっていくのと全く同じイメージです。近年ファイヤーと呼ばれる早期リタイアを目指す人生モデルがもてはやされました。しかし結局はファイヤー自体が目指していることもお金のために働くことから解放されることです。その結果お金を稼ぐための労働に縛られない自由な時間を使えるようになります。目標目的はあくまでもそこです。たくさんお金を稼ぐことではないです。自分の好きなことができる自由な時間を増やすことこそ人生にとって本当に重要なことです。もちろんお金もある程度はあった方が人生の自由度は上がります。しかし目的と手段を履き違えている人が現代社会にはあまりにも多いです。その結果お金はたくさん入ってきても仕事に追われる毎日というビジネスパーソンもきっと多いです。果たしてそうした生活が幸福だと言えるのか、むしろ自分の好きなことをする自由な時間がたくさんある人の方が毎日を充実して過ごせるはずです。こうした余裕やゆとりがあるからこそ僕たちは幸福になれます。つまりお金をたくさん稼ぎたくさん貯金をすること以上に真剣にいかに自由な時間を増やすかを目的とすることが時間リッチな人の思考になります。4個目、時間資産を形成する投資。金銭的なリスクはドルコスト平均法で解消することができます。時間の投資についてもドルコスト平均法の考え方を応用することができます。ドルコスト平均法とは価格が変動する金融商品に対して一定の金額で定期的に購入する方法のことです。10年単位20年単位で見ればドルコスト平均法での投資結果は基本的には増えていきます。中長期的にはドルコスト平均法は有利です。これと全く同じように若いうちから1日のうち自分の時間の2割を自分の将来の時間のために投資をしてください。例えば将来より良い時間の使い方ができるようにその方法を探したりそのためのスキルを身につけることです。日々2割の時間を将来の時間の使い方のために投資をしていると1年前2年前3年前の自分からすれば投資した分が現在の自分に対してそれなりのリターンとなっていることが実感できます。時間の使い方が上手くなりその分自分の自由な時間が増えていきます。時間をどう使うかで5年後10年後の生活がガラッと変わります。そのため時間リッチになるには強い覚悟が必要です。2割は投資に回すという考えをしっかりと持ってあらかじめ天引きしておきます。天引きをすれば毎月のお金も時間も無意識に使い切ることにはならないはずです。それはある意味では2割の余裕を持つってことです。余裕がある毎日を過ごしている人からすれば常に10割を使い切っている人は非常にリスクの高い生活を送っています。毎月の収入を全部使い切ってしまい仕事やプライベートに忙しくて常にギリギリで生活している印象を抱きます。ドルコスト平均法的な発想に立つことができればリスクを犯すこと自体を懸念します。すぐにその投資の成果を実感することは難しいです。
しかしそうした行動は3ヶ月後、半年後、1年後には確実な成果として現れてきます。そのような行動に十分な時間を投資するという思考と行動の習慣が重要です。2割を投資するのが難しい時には1割でもいいです。少しでもいいです。今現在の時間を将来の時間のために投資を積み重ねてください。ここで読書に時間を投資する、投資をする2割の時間におすすめしたい時間の投資は読書をすることです。世の中には様々な書物があります。すぐに役に立つものもあれば、何年も後になってから役に立つものもあります。自分が惹かれる本をなるべくたくさん読むようにすると、結果的に有益な情報をもたらしてくれます。もしくは将来自分が時間リッチになるために有効な場合もあります。いずれにせよ、読書を通じて世界中の人々の幅広い知識や経験を自分のものにすることができます。そうした情報を参考にすることで、自分の将来の時間の使い方の選択が増えていきます。毎日の仕事やプライベートに追われていると、こうした未来への投資をすることはできないです。1割でもいいので投資の時間を作ることが大切です。6個目、7つの習慣に学ぶ時間の投資法。スティーブン・コビー博士の7つの習慣という有名な本があります。ビジネスパーソンの必読書のような存在です。しかしそんな必読書も実際に自分の行動に生かせなければ意味がないです。7つの習慣では成功するための7つの習慣が記されています。その中でも多くの人が実践しづらい習慣は、3番目の習慣の最優先事項を優先することです。つまり多くの人が時間の使い方に悩んでいるってことです。逆に言えば、優先順位の高い順に時間を投資する習慣さえあれば、7つの習慣の中で最も難易度の高い第3の習慣を自分のものにすることができます。そのためには、アクションプランの4個目で解説したように、ドルコスト平均法的な発想が役立ちます。つまり1日のうち2割でいいので、緊急ではないけど自分にとって重要だと思う優先すべきことに使います。時間を投資する感覚さえつかめれば、最優先事項を優先する習慣はそこまで難しいものではないです。例えば健康は日々のパフォーマンスを高く保つ上でもとても重要なことです。健康でいることは優先すべき最優先事項です。その観点から、食事と食事に費やす時間について考えます。食事をとるとき、コンビニで弁当や惣菜を買って食べるのが最も手軽で手っ取り早いです。時間的にも最も効率的かもしれないです。しかし健康という人生の長期的な視座に立ってみると、効率的とは言い難いです。コンビニ弁当は健康的な生活を送るためには欠かせない成分が少ないです。たまにならまだしも、毎日コンビニの弁当で食事を済ませていては、若いうちから健康を害してしまいます。健康が最優先事項なら、手っ取り早くコンビニの弁当で済ます習慣は最も避けるべき行動といえます。栄養満点の手作りの食事を毎日食べるという最優先事項を優先するためには、投資に充てられる時間に余裕がなければいけないです。しかしそれは無駄な時間ではないです。仮にコンビニ弁当なら15分で済むところを手作りの弁当にすることで、調理時間を含めて30分以上かかったとします。今現在の時間を惜しむなら損と思いますが、健康の観点からすれば15分の時間を将来のために投資に使ったことになります。その15分の投資の繰り返しは、将来において15分以上の自由な時間をあなたにリターンしてくれます。決して浪費ではないです。7個目、コスパよりもタイパを重視する。コストパフォーマンスよりもタイムパフォーマンスを意識する。これがこの本の最も重要なキーワードです。なぜならば、お金は人から借りて増やすことができても、時間は人から借りることはできないからです。だからこそお金よりも時間の方が大事です。しかし現実にはタイムパフォーマンスを意識していない人が多いです。暇つぶしにテレビをダラダラと見たり、ネットサーフィンをして意味もなく時間を浪費しています。いつも時間がない、忙しいが口癖の人の多くは、無駄な時間の使い方をしている人が多いです。
そのくせなぜかお金を浪費することは問題にして、時間を浪費することには無頓着です。時間を無駄遣いする理由は、人生全体の時間がどれくらいあるのかが分かりにくいことにあります。若い頃ならまだ身体も元気です。未来は無限に広がって見えます。1週間先の予定を考えることすらなかなか難しいです。ましてや5年10年先をイメージしながら毎日の生活を設計するなんて考えたこともない人の方が多いのかもしれないです。しかし60歳や70歳を過ぎてから人生の持ち時間について考えても遅いです。若いうちから人生の残り時間についてきちんと意識するべきです。必ず自分の余命を具体的に想定してください。その時重要なことは、大抵の平均寿命から考えて具体的な数字で計算して明確に可視化してみることです。例えば今54歳で100歳まで生きることを想定します。100年いく54年のため残りは46年です。そして1年が52週間のため46に52をかけると2392週です。つまり暫定として約2400週になります。そう考えるとこれから生きる1週間は2400分の1になるということがイメージできます。もっと具体化するなら今度は日数に換算してみます。1週間は7日間のため2400に7をかければ16800日、つまりだいたい17000日ってことになります。生きれば生きるほどこの数字はどんどん減っていきます。だからこそ一日一日を本当に大切にしなければいけないという気になるはずです。それでも時間を惜しむ気持ちにならない人は残りの寿命をお金に換算して考えてみてください。8個目、遊びの時間は無駄ではない。仕事の効率化を図った上で余った時間をさらに仕事のために使うなら、それはそれで収入は上がるかもしれないです。しかし結局仕事をしている時間は増えるため、むしろ生産性は落ちていることになるかもしれないです。仕事の効率化を図り、少ない労働時間で十分な成果を上げて生産性を高めるのは、さらにたくさん仕事をするためではないということを改めて確認してください。短い時間で十分な収入を得て、その収入を再投資してもっと自分の仕事を効率化できれば、仕事以外の時間をもっと増やして生活に別の彩りと潤いを与えることができます。仕事のために自分の人生を捧げるのではなく、もっと人生にとって価値のあることに時間を使うことも幸福な人生のためには大切です。日本では勤勉に働くことが正しく善であり、遊ぶことは悪という価値観が根強いです。つまり遊びの時間が多いとそれだけで罪悪感を持ってしまいがちです。しかし仕事と遊びは同じくらい良いものです。それはどちらが上とかではなく、あくまでも等価なものです。遊びの時間は決して無駄なことではないです。科学者たちのひらめきは研究以外のレクリエーションの時間に思いついたことが多いと言います。また学習段階の小さな子どもたちは親や兄弟と一緒に様々な遊びをすることで繰り返し言葉を使い言語を習得します。ゲームを実践する中で言語のルールを知り、あるいは時に改変させながら言語を習得したり改良したりします。つまり人間は遊ぶことで自らを進化させ、社会を発展させます。遊びはそうしたイノベーションの宝庫です。9個目、遊びは仕事よりも下という固定観念を捨てる。遊びと仕事を分けたり、ましてや遊びが仕事よりも低級なものだと考えたりするのはやめましょう。仕事とは自分の中に蓄積されたノウハウを形にして顧客や社会に貢献することであり、まさにアウトプットな作業と言えます。それと反対に遊びとは、様々な情報を自分の中に取り入れて新しい発想に転換していくことです。ある意味ではインプットをする学びの時間と考えられます。アウトプットが仕事で、インプットが遊びです。そしてインプットである遊びが充実すればするほど、アウトプットの仕事もアップグレードしていきます。仕事ばかりしていると結局このインプットが枯渇していきます。しかしだからといって遊んでばかりいても、インプットしたものが持ち腐れになってしまいます。
いかに仕事というアウトプットと遊びというインプットのバランスを取りながら自分の時間を上手に設計するのが鍵です。解説は以上です。あとは実践するのみです。動画を見た時になるほどと思いながらも実行に移さなければ結局は何も変わらないです。実践して努力を積み重ねた人だけに10年後20年後にびっくりするぐらい時間が増えていることを実感するはずです。できそうなことからぜひやってみてください。今回の解説が参考になった人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。